回言って。宇宙警察だ。え、似てない？すごい。めちゃめちゃ似てる。似てる。面白いしかも。面白い。うん。爆笑。腹抱えて笑っちゃった。棒読みで。腹筋割れそう。ゾニキさんになっちゃう。腹筋崩壊。腹筋ゾニキ。あやますごー。あやまくん。お前ら覚えとけよ、お前。くれ。ベビビン、ペペ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 、何がしょってボタン。間に合った。宇宙系、あ、僕じゃなかった。宇宙警察で。僕じゃなかった。僕ボタン連打してこれやりたかったのに。ヌーン刑事だ。僕じゃなかった。取られたボタン。あ、停電直したの僕です。ナイスです。ナイスです。え、嘘なんですか？僕です、僕です。絶対嘘だ。え、と完全の嘘なんですけど、誰ですか？絶対だって、ね、え、宇宙僕のちょっと推理言っていいですか？宇宙警察だって名乗っておきながら、あ、僕じゃないんだって言って、それで直したの僕ですっていうのは嘘だなって思いました。あ、ちょっと待って、それ僕ですよ、言ったの。アルマさん言ったの？アルマが宇宙警察だ。もう一回言って。宇宙警察だ。え、似てない？すごい。めちゃめちゃ似てる。似てる。面白いしかも。面白い。うん。爆笑。腹抱えて笑っちゃった。棒読みで。腹筋割れそう。ゾニキさんになっちゃう。腹筋崩壊。腹筋ゾニキ。あやますごー。あやまくん。お前ら覚えとけよ、お前。よっしゃ、まっすぐとんでもないことになってる。面白い、この男同士のこのね、ノリいいですね、やっぱね。よいしょ。あっ、うわ、宇宙警察だ。うわ、逃げろ。宇宙警察菌が映る。俺も宇宙警察にされちゃう。逃げろ。やべ、今日なんかテンションがバグってるな、どうしよう。ちょ、変なこと言わないようにしよう、気をつけて。黄色ピンク。どうすかな、ミーティング行くか。黄色ピンク。しっ。しっ。黄色ピンク、黒、オレンジ。2名。お、あ、あ、ん？はい。エゲンさんが診察室開けて貨物が入ってすぐぐらいのとこで死んでました。で、バイタル情報見たらもう夏目先生もエゲンさんも死んでる状態なんですけど、僕がエレクトリカルから、コミュサボなったタイミングでセキュリティに行くときにゲンさんとすれ違ってます。でセキュリティで、ロングタスクあるじゃないですか、ゲームみたいな数字合わせるやつ、あれやってから戻ったらもう死んでる状態です。コミュサボ直したのは企画のさん。うん、え、僕と、はい、え、ちょっとタイミングはコミュサボ中にだから死んでると思う。夏目先生の方が25秒ぐらい前まで夏目先生生きてて、ゾニキさんと夏目先生どうやって別れた、うん、メインホールにいましたよね。小部屋のタスクやってる時に別れて、私は最終、先端さんと一緒に、ミーティングルーティング、ね、夏目先生は僕とピカさんがシャワー浴びてる時にメイン の、あの汚れ落とししてる時に一瞬入ってきてました。あ、じゃあ、先端ゾニキ名屋はほぼ無理。あ、でも俺があれか、昇降機で下からベントとか疑われたらどうしようもねえな。まあ、難しい。先端ゾニキは無理。てか、黄色ピンク黒オレンジ。黄色ピンクはコミュニケーション直してたのかな、2人で。うん、私だけかな。黄色が直せてくれてたけ。ちょっと難しい気がする。あの貨物の前でしたっけ、死体。で、原産の方の話をすると、あ、ごめんなさい、僕が左から右に行ったタイミングで宿舎とかにいたんですけど、右側から来た人物は、竹雄さんとゾニキさんと夏目先生と、誰だっけ、もう一人、メイヤさんか。
の4人がメインの右側から走ってきてました。うん、で、僕は北さんと先端さんと一緒に昇降機の方まで行ってて、竹尾さんの動きが聞けてないかな。いや、というか、その4人のうちの、なんか、後から合流した人とか、原産切ってるんじゃないかなって思うんですけど、それはない。一緒に今ちょっと喋りたいんだけど、まあ、まだちょっと喋れるタイミングがなかったんで、あ、ごめんなさい。明日喋ります。原産の情報も、夏目先生の情報もあります。おお、いいぞ、いいぞ。頼む、竹尾さん、知らないでくれ。犯人も分かります。答え合わせません。やってる場合じゃねえな。間に合った。美しい配線タスク。お、聞かせてくれよ犯人を。いや、それは嘘です。なんだよ。あ、やば。どれがね、竹尾さんの話は聞きたい。僕が貨物履きで、うん、で貨物から診察室に入ってエレクトリカルの、バーを上げる、右上のバーを上げるところらへんで原産とすれ違ってます。でその時にコミュニケーションサボタージュが起こってたはずで、まあキルされたとしたら、そこからまあ、コミュニケーションサボタージュ中だったから診察室で長居する必要はないと思うんで、そこから結構まあ5秒10秒以内に切られてるのかなと思ってます。でその後僕が、メインホールのシャワーでジョボジョボしてたら、夏目先生と、あ、違うな、アルバさんと、あ、メインのシャワーですよね。そうですね。そうですね。で、名屋さんが廊下ちょっと通ったかな、名屋っていう文字が見えたんで。で、夏目先生も入ってきて、で、そこで僕はシャワールームに行って、昨夜さんと一緒にタオル集めをしてたので、それ以降の夏目先生は右には来てないので左側に行ってるのは確実ですね。最後にシャワーでタオル集めは本当で、最後にアーカイブ側に竹尾さんが出てきました。あ、定員だったね。しょうがないこいつ。左だった場合って左に。メイヤの情報いますね。シャワーで、まず夏目先生とゾニキさんと一緒にいました。でその3人でメインホールを通り、先端さん、ゾニキさん、メイヤで宿舎前通路に向かう途中でピカクロスさんも一緒に合流したはずで、メインホールでアルマくんと、サクヤさんと確かすれ違っていて、夏目先生は引き返しているので、その2人がもっと夏目先生の情報を出した方が俺はいいと思う。だから僕はさっき言った通り、あのメインホールでシャワー浴びてる時に一瞬右のそのシャワー浴びるところに入ってきたっていうのしか見てない。竹尾さんとか咲夜さんはどうなの？咲夜さん見てないです。咲夜さんは原産キルはありえるけど夏目先生キルはありえないです。ありえない。それ、結局最終目撃は誰なんですか？夏目先生アルマさんかなこれ、うん、メインの右にいたっていうのが最後じゃないですか。でもその時ってピカさんも一緒にシャワー浴びてたんで、ピカさんも、いや私あの宿舎前通路に行ってるから、うん、キリンのほうよピカさん。わかんねえ。あ、ボタンがなされなかったかしらねえな。長い間しょっておっしゃってるからな。あ、しょってボタン押したくねえんだよな。もう押さないのかボタン。まずいじゃないかな。押してほしいです。僕押せないんで。さっきのキルもボタンで防げたと思います。竹尾さんがエンジンルームの弁当の横で死んでました。弁当の横、はい、じゃあエンジンの弁当の横、はい、エンジンです、うん、十数秒前にシャワー室で、メインホール左方向に抜けてるの見てるかな。あ、竹尾さんがですか、うん、はい、じゃあ足湯さんは無理だね。あ、確かに。あの、じゃあ迷惑も無理です。貨物室で2人で停電直して、うん、はい、停電直したんで、メイヤさんとアシさん、うん、で他はアルマ、あれ展望に直しに行って停電を直ったので、展望で、ダウンアップロードをしてました。コックピートだけ見てました。展望ついてましたよね。あ、行き着いてて、はい、
うん、すれ違ってるのはそうだけど、ゾニキさんって左から来てるからどういうルートで来たのかなって。メインから電気診察室っていう流れです。メインで、あの、アルマ君とは行ってますかね。確か。と、竹雄さんのこれで白が確定したので、竹雄さんの情報が正しいので、桜屋さんは少なくとも原産キルはできない。逆じゃないですか、夏目先生キルができない。夏目先生は多分できない。原産キルが出てなかった。いや、原産キルはギリギリ可能みたいな。できるけど。できるって言ってた。だから、最終目撃位置洗うと、割とアルマさんとかがやっぱり候補としては上がっちゃうよね、夏目先生。あ、ごめんなさいね。シャワーを一緒に浴びてた人間が、竹雄さんだったと思ってるので、さっきの発言ちょっと撤回させてほしくて、だから僕より後に多分、メイヤさんたちが見てるんだと思います。僕がメインのシャワーに入ったタイミングで、一緒に誰かがシャワーを浴びていて、そのタイミングでメインの中に夏目先生が一瞬入ってきたのを見ていて、誰も名乗り出ないんだった竹雄さんだったのかなって思うんで。てか、僕は、先端ピカ、先端ゾニキのちょっと後ろを歩いてて、確か。うん、で、夏目先生が僕の後ろを歩いており、アルマとすれ違ったタイミングで夏目先生は引き返し、もうタスク勝利無理なんで、タスク勝利無理なんで、キルベース的に。アルマ君だと思う。ボタン押してください、ボタンを。アルマ君だと思う。アルマさんの場合だったら、昨夜さんも黒になりますけど、いいですか。今のアドミンで。リノマのアドミンで LINE できましたよ。おぉ。ミキさん、永遠にボタン押さないね。もうボタン押してるからタスクを進めざるを得ない、死なないようにしつつ。はい、はい、直したよ。ありがとうございます。ごめんなさい、結果だけ先に僕から言わせてほしいんですけど、はい、僕白なので、で僕を釣った場合多分昨夜さんまでみんな釣っちゃうと思うんで、そしたら5人でも確実に負けになるので、釣らない釣らない、二郎だから、はい、釣らないでくださ い, い釣らない、アルマさんを釣っても昨夜さんは釣らないです。ローラー位置ではないと思います。あ、じゃあまあどっちにしろ、あ、そういうことね、うん、はい、メイヤさんケアするってことですね。メイヤさんに聞きたいんですけど、アルマさんが黒の場合は、うん、昨夜さんが竹雄さんの話だとゲインさん切る可能だったんで、アルマさんが夏美先生を切るしたってことになりますけど大丈夫ですか。うん、てかそもそもね、てか僕が切ってたら絶対竹雄さん見つけてる。ゾニキさんはまずどっちの切るにも関われない。うん、うん、はいはいはい、うん、それだけ伝えとくかな。それでかいっす。あ、ゲンさんの下ってどこにあったんでしたっけ。貨物です。診察開けて貨物。なってくるとピカクロスも無理ですね。コミュニケーションサボタージュを直してる人間なので。そうですね、ピカさんも右から合流してるから無理だね。うん。うん。うん、でなると足湯先端の線しかないんだよね。うん、アルマ、サクヤ、オア、足湯先端の線だと思ってる。うん、あとはパターンとして、うん、1人のダブルキルの時間も、うん、僕もそれがあると思う。と思うかな。うんえ、そんなに時間あったっけ？ある、絶対ある。1分は絶対経ってました。あるあるある。全然ボタン押されなかったから。ってなると、ライン考察も微妙になってくるな。ゲンさん切るできるのが、今残ってる位置だと、足湯と誰になります？昨夜さん。昨夜さん。僕もなんか。いや、昨夜さんちょい微妙だとは思うけど、わからん。結局、エレキ側から来てたはずだから、うん、あれ違ったっけ？違う。あれメインのどっから来た、合流したっけ。シャワー、これでも誰か釣っといた方がいいですね。原産貨物でしたっけ。いや、うん、結構きついな。いや、釣っとくとかじゃないので、あの議論で詰めてもう決め打ちですね、ほぼ。え、マジこれ危ない、これ普通に、いや、うん、負けますよ。次釣って、アルマ君の対抗してよ。誰キルの話をしてます。今だいたい一人でダブルキルか分かんないんで、対抗のありようがないです。あー、ボタンをやっぱ押さないとね、ダブキルも考えられちゃうしってなるよね。このマップの悪いところを、その無限の可能性が出ちゃうっていうのをボタンで制圧しなきゃいけないけど、やっぱもう初手ボタン押しちゃうと、ボ
っちゃうな。臭いんだろうな。でも幼かったらな、周りだしな。はい、もしもし。あ、じゃあ一人で2キルした時の話も考えて、アルマ君に質問していいですか。一人で2キルしていた場合の対抗はアシュさんで、夏目先生の対抗もどっちにしろアシュさん。僕はだからアシュさんを釣ってほしいと思ってます。で、減産キルに関してもアシュさんは容疑者に上がってると思います。で、僕は減産キルは絶対無理です。左側から来ているのを全員に目視されてる。アシュさんセルフってこと？え、なんですか？アシュさんセルフってことですか？アシュさんがしたい発見ですよ。で、仮に減産キルだろうが夏目先生キルだろうがアシュさんできる位置にいたと思ってます。そうですね。はい、できる位置には空いてると。で、ダブルキルもできる位置にもいると思う。あとなんだっけ、はい、僕とアシュさんの2ローテル人いましたけど、僕ミーティングにずっといて、ドニキさんがそれで白処理してくれると思うし、メイヤさんがなんならミーティング上がってきたんじゃないですか、その後に。2キルしてる時の話。しかもメインホールで合流したじゃないですか。先端さんと僕とゾニキさんと夏目先生の4人で、それ覚えてます？いや、僕そこまで見えてないです。ゾニキさん覚えてますよね？あ、はい。その時に先端さんはどっから合流したっけっていう話をした。僕あのコミュニケーションで、あ、ちょっと話がまとめられそうないけど、ピンク、黄色ピンクをコミュニケーションで見て。黒オレンジとミーティングです、あ、合ってるっていう情報だけで十分だと思ってます。僕が白なのは、あ、じゃあピカさんと先端さんは左側にいたって話。先端さんは一番最後だね、コミュニケーションに登場してるの、うん、でその前にメイヤさんと会ってるから、メイヤさんして僕が黒軸でおるのが意味が分かんない。マジであのね、違う、あと、うん、ごめんなさいね、村にちょっと不利益な情報を与えてしまったんですけど、僕が武雄さんがシャワーしてるところに合流して、夏目先生が一瞬入ってきたのを見ているんですね。ちょ、ピカさんだと思ったんですけど、武雄さんでした、多分。で、誰かがシャワー浴びてるところに入ったんで、僕は。で、だからその後、もう出てってから結構秒数経ってるんで、10秒くらい。だから多分、メイヤさんが見た引き返した夏目先生はメインの右の小部屋に一瞬入ってすぐ出ていってるので。メイヤさんもできるんじゃないかな、シャワーからの。うん、結構見たんだけどな。先端さん視点で僕って。あ、まあ、あれがあるけどね。え、マジこれ、普通にダブルキーで負けるんで、マジですぐ命かけてボタン押しに行ってください。お願いします。アルマさん黒。メイヤさんには空白の時間があるんだよな。いや、マジでわからん。情報が少なすぎる。はい、ありがとうございます。僕視点の話をさせていただきますけど、僕がキルをした場合っていうのは、昇降機の右からベントでメインに飛んで夏目先生をキルするしかないんだけど、原産キルはありえるんじゃない？減産キルもないです。なぜかというと、アーカイブでゾニキさんと夏目先生と結構早い段階から一緒になり、一緒にそこメインホールエンジンルーム昇降機の方まで通っているから。あ、そうですね。失礼です。で、それで昇降機のところでピカクロスさんと離れ、ピカクロスさんは金庫の方に行き、先端さんとゾニキさんはミーティングに上がっていったっていう情報。提案です。提案です。そもそも昨夜さんに確認したいんだけど、シャワー室で武雄さんとずっと一緒にいたっていう認識で合ってる。はい、一緒に入って一緒にいたっていう認識だった。先に僕が入って、その後数秒後に武雄さんが入ってきてタオルを集めて一緒にやってたってことだよね。あ、そうですね。その間に夏目先生が入ってきた。いや、入ってきて、いや、停電が見えなかったんですけど、入ってないと思うんですけど。ってなってくると、おそらくやっぱり夏目先生のギルっていうのは中野アルマさんだと私は思ってるんですけど、このままスキップしてタスクで進めるのってありじゃないですか。なアルマさんに落ちる気がするんですよ。他の方は僕、多分僕とアルマさんだけスキップだったと思いますけど。いや、そしたら足の可能性もかなり高いと思うんで、足まで落としきってタスクでもいいかなっていうふうには足は思います。うん、うん、そこは俺が違う、私やってでもいい、ね、ごめんね、先端さんがもし無理なのだとしたら、朔也さんってどっちのキルにも関われる人間だと僕は正直思っちゃった、うん、あ、でもあれか、武雄さんして、朔也さんね、武雄さんして僕無理なの、無理だ、だからね、ワンチャンアルマさんが2キルないしは、あ、もう1キル分かんないけど2キルぐらい取ってるパターンもあるのかなとは思ってるよ。あ、でもさ、アルマくんがもし、夏目先生をやっていて、で足湯さんも夏目先生をやっていた場合、源さんって朔也さんになるんじゃないの、ほぼ。
原作の下位って出てましたっけ。僕視点ゾニキさんは絶対無理で、ピカさんも無理なのね、うん、原作の下位置っていうのはそもそも貨物室だから、昨夜さんのルート次第かな。ただコミュニケーションサボタージュを直すときに昨夜さんはいたよ。そう、それいてメインホールで多分メイヤさんかな、そこすれ違ってそのまま武雄さんとシャワーで合流なので無理だと思います。なるほどね。ほうほうほう、じゃあもう決め打ちすんだね。うん、私はスキップ入れちゃいました。じゃあもうアルマさんと桜井さんの2ローしかないですよ。あのアドミン情報で LINE できてるんで。決め打ちするんだったら桜井さん釣りじゃない？あれちょっと僕は把握できてないのかな。キャー逃げろー。なんかボタンあんのかな、もうない、なさそうかな。少ない情報での議論になっちゃうときついよね。情報もう多い状態でをキープするしかないね、この村。メイヤさんの情報は抜けてたな。ピカさんもゾニキさん無理なのか。先端さんの死体が、電気室右上あたりにあります。あ、うん。残しといてよかったね、ユーゴ。ピカクロさんはないですね。アシューさんもないかな。またゾニキさんと僕と先端さんでエレクトリカルが一緒に行って、そだと思います。その後に診察室に抜けたのが多分、ゾニキさん僕の順番ですかね。はい。あ、てか、ピカクロさんとアシューさんがないんだったら、僕目線はもうゾニキさんとサクヤさんが先端さんと一緒にエレキに入ってくるのを見てるので。うん、その二人どっちかじゃない。ベンサって右側から来ましたね。あ確かに。ああ、ラララララ。バンスでできてないね。お二人が三人一緒にいるところを横目に僕はもう今コックピットの手前まで来てます。三人で、はい。今ね武器庫で名役は確認しました。僕コックピット今入ったんですけど。あ本当に？うん。ゾニキさんに確認したいんですけど、昨夜さんとゾニキさんが診療所に入った時には心電図を確認せずに決めたのに確認しまして謎進行だなと思ったんですけど、確認した時は死んでませんでした。あ、じゃあ結構直前、はい、足湯さん釣らない進行なんだったら昨夜さん釣り一択じゃん。だとしたら、うん、僕は足湯さんが多分白く見てくるかも、はい、僕も白いと思うんで昨夜さんになるその一択になります。それやったらでも死んでなかったんですよね。僕貨物の奥に。ソニキさん無理って言ってたのに、本当に今がバラバラになっちゃったよな。なんかあっちこっち行ってる。診察停電中に停電直して診察室に向かった時にゾニキさん、サクヤさんの順番で出てきてるのを確認してるので、サクヤさんが最後尾。あどっちかですか。今日釣るかどうかの話をした方がよくて、今日釣るんだったらアルマくんが僕はインポスターと思っているので、うん、アルマくんとのライン精査でもサクヤさんに投票しますが、差し込んだったらスキップでもいい。みんな。いやもう決め打ちしてんだったらサクヤさんに。まあ割と決まず、僕はここでもう決めていいかなっていうもう全然。よかったよかった。白が取れてる。何の話してんの、もうそれだけでいいじゃんもう、はい、今日の議論。昨日スキップしたあったら決め打ちじゃん。あのないですね。私と同時発見だし、なんならゾニキさんの行動がだいぶ私は初めて言ってるね。なるほど。よかったよかった。いや僕目線とかじゃない、でも全体目線でしょ。ラインは。あ。ナイス。ナイス。全体目線です。全体目線ですよ。ラインは。全体目線です。なんであれ。アッシュさん入れスキップ入れだったらもう酒屋さん一択。進行じゃないですか。すいませんけどアルマさん、はい、あの今回のキルってアルマさん何キル取ってる？あ全部僕です。全部。そう、やっぱそういうパターンだよね。結構
潜伏しようかと思ったんですけど、うん、まあ、警察二郎かと思ってました。そう、だからそれのパターンがあるからそのライン考察自体が多分成立しないパターンもあるなとは思ったんですけど、いや違う違う違う、アルマさんの一丁目をしてるのが咲夜さんで、うん、展望的にいたから無理って言ってたのが咲夜さんだから、うん、もうそれだけでアルマさんの苦労を決め打つ、なんかよく僕理解できてなくて、アルマさんの苦労決め打つ進行なんだったらもうスキップした時点、うん、最後スキップした時点でもう酒屋さんに入れる進行でしかなかったんで、うんうん、なんか飼い殺しの状況だったかなと、一番センターさんが俯瞰で見てましたね、うんうん、めっちゃなんかコメント欄で主観とか言われたから、主観でもなんでもねえだろ、当てになんないからな、マジで。でも、でもめちゃくちゃ客観だろ、ね、アドミ見てたら本当です、情報出すのが遅くなっちゃったんで、まあセンターさん目線の僕ラインがめちゃくちゃ繋がっちゃったんで、うん、客観さん目線でアルマを決めするっていう進行になるんだったら、もう酒屋さんまで連れて、そう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 、あのじゃないと勝ち筋を残したまんま進行するっていう謎のスキップ進行になってたから、だから僕も会議中に言ったのがそれだけど、そうそう、二郎ケアするんだったら足湯さんって話だったけど、で、ね、で僕釣りで決め打ちになりそうだから酒屋さんまで釣られそうですがって話を僕も途中でしてた、アルマくんごめん、言葉が強くなってしまいました。いやいや、僕なんかもうパッション丸出しだ、命かけてボタン押しに行ってくださいって言ってた。いや、ごめん、僕もちょっとごめんなさい、ちょっと名屋さん意味わかんないけどマジでとか言っちゃってすいません、情報がなんか整理できなかったです、申し訳ないです。これちょっと名屋さんの死者の方が大暴れだったんですけど、主観警察がこれどうなんですか、宇宙警察的には。すいません、え、僕の死者どういうことですか。なんか部下たちが、ね、警察がもう何もないです、ごめんなさい、はい、行きます。どういうこと？やっちゃいました僕。僕結構なろう主人公みたいなこと言っちゃうんですよね。命かけてボタン押してください。いやでも命かけてボタン押したんで僕は。クルーでもインポスターでも言うんで僕これ。あれまあモンガース命かけてやってるもんね。当たり前じゃ遊びじゃねえんすよ、まあ。舐めてんのか？夏目。逆に命かけてないんすか？もう夏目遊びでやってんのか？おい。遊びでやってるんじゃないんだよ。遊びでやってます。さあ行きましょうか。はい、素晴らしい精神。